でいいのでなんとかヒットで終わらせたいなとドジャース、サンディレッツ、日時間20日ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は19日、日時間20日、4どころ地、レッズ戦に2番、指名打者で出場し、延長10回に移籍後初となるサヨナラ打を放った。大谷が試合後に、単打でいいのでなんとかヒットで終わらせたいなとと、謙虚に語ったことに、米メディアは、この男はスーパースターを体現しているなどと、感激していた。米メディア、ドジャースネーションは公式 X、旧、ツイッターに、大谷のサヨナラ打の動画を投稿。たった、今4シーズンぶりのサヨナラ打を打った、翔平大谷は、延長まで残ってくれた。ドジャースタジアムにいるすべてのファンに感謝を伝えたと記載。さらに、この男はスーパースターを体現している。ドジャースが彼に支払おうと考えたすべての価値に見合うものがある。私たちは孫に彼のことを伝えると感激した様子だった。この投稿にファンは最高。ミスター笑顔がチームを救った。グッジョブ、ビーストなどと反応。日語でも、私にとっては、太陽のような人だ、鳥肌、泣けるとのコメントが寄せられていた。フルカウント編集部。